さあではいよいよシビレイについてお話を伺っていきましょう紹介してくださるのは田中チームリーダーですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますあ、理科研究所 BDR の田中陽と申します改めましてよろしくお願いしますお願いしますもう早速なんですけどねこのもう見た目から謎の生き物が映ってますけどこれがシビレイ。はいシビレイって何なんですかはいありがとうございます、はい まあ今回のテーマですよね。これはですね、あのーまあ、文字通りしびれるエイですからね電気を出す魚っていうことで、まあ、エイの一種なんですけども海の中にいる生物の中では最も大きな電気をです、ね、こうバーッとね、あのーまあ、例えば餌を取りたいときに電気を出してその相手をしびれさせて食べるとかあるいは逆にこう敵が襲ってきたときに。 電気でこうバーッとあのビビらせてその間逃げるとか、まあそういういろんなことができる魚ですね、えー。そんな漫画みたいなことができる生き物がいるんですね。このシビレなんですけど、本当にまあそのビリビリっと電気を出すのは分かったんですけど、うん、それが発電機っていうもうそんな人間が利用できるぐらいの電気になるんですか。か そこが非常にねあの面白いところでしび、はいまあ、れまあちっちゃい魚ですよこれまあこれ大体3 0ンチぐらいのこの端から端までの長さじゃこのぐらいですか、はい、僕の,の、うん、でちっちゃいんでそんなに電気出さないような気がするんですけど、はい、実際触ってみるとやっぱりビビって感じるぐらいの結構大きな電気は出るんですね触ったらちょっとしびれるぐらい おーってなる。そうですね。ビクッとこう叩かれたようなこんな感覚が触るとこう<ー>人間が触るとそれぐらいの電気は意外と出す、ね、こんなちっちゃい魚ですけど。そうなんです、ね。面白いんですよそこが。はい。それを電源になるっていうのがちょっとイメージつかないんですけども。ええーはい、そこですね。あの電気なんでまあいろんなところに我々の周りに電気ってあります。例えば雷だったりまあこういう電気もそうですけども。うん、でもこういう人間がやっぱりそのまあ電源として使うつまり。 発電機として使うっていうことになるとやっぱりそれを制御して使わなきゃいけないっていうことでこうビビッとくるようなこの電気をどうやってこう,、まあ、うまく取ってきてそれをこう制御して使っていくかそこが、まあ、研究のポイントなんですね。うん、でそのために必要なのがあの、まあ、このシビレーにこう電気を取り出すための布、まあ、あの電動符とか導電符っていう、うん、電気を流す布っていうものをまあ今回使った で,す、ね、でまあそれがちょっとポイントになるんですけどもその動画をたしあの用意していただいてたと思いますので、はい、その動電符っていうものを、えーとまあ、どんなものかそれから、はい、まあ電気がちゃんと流れるよっていうところもちょっとあの動画を見せていただきたいなと思うんですけど貴重な動画を見せていただきましょうお願いできますでしょうか。あ出ましたたね、はいあのーまあ、今あの左下にあの黄色いランプがあっって光り してますけどこれあの普通の布にこう、まあ、これ電気がこう今流してるんですけどね、はい、まあ当然左の LED って書いてあるとこのランプは何も光らないまあ電気は通さない、ねまあ、そうですね、まあ、当たり前です布なんでですけどこの下の導電符っていうのはこれ実は金属の糸で編んだ布なのでこうやって今黄色く光ってますよね。はい、これは電電気気を通す布そうですで今がが流れてちゃんと電気が 通電してますよってことを示してるんですね。で、<ー>この布を、はい、ありがとうございます。使うと。 何がいいかっていうと、こう A のこう胸びれにこう電気管がついてるんですけど、そこにペタっと貼ってあげると、そこからの電気は全部拾えるっていうそういう面白い布なんですね。はい、電気をまあピックアップするというかのに一番適したのがあの導電布布になってるんですね。すねはい、今お話しあったんですけど、そもそもこのシビレーっていう三十センチくらいの A どこから電気を発してるんですか。あ そうですね。それはですね、うんうん、あのまあ胸びれって言ったんですけど、結構こう平べったい形をしていて、こういう感じですよね。そうですね。ねあの空豆みたいな形、まあ人間で言うと肺みたいな感じですかね、イメージ的に。れそれがこうびっしりとこう、ね、あの胸の中に魚のこう平べったいね、こう平べったく広がってるんです。うん、そういうところからこうビビッと電気が。 一気に出る。えー、そういう仕組みなんですね。で、それでびっくりしたときに敵を追い払ったり、えー、あとは何を食べてる生き物なんですかね。あ、これはですね、やっぱりまあ小さい魚なんで、やっぱりそのプランクトンだったりとか小さなエビとかですね、うんうん、まあ海中の生き物をそれなりに食べてる。電、うん、気で痺れさせて、エビを捕まえて食べたりしてる、はい、あるいは小魚ぐらいだったらまあ食べるのかなという感じですね。えー でまたこのね、なんか夏休みの時期とかにシビレって、なんか気になった方。うん、捕まえてみたいなって思ってる。<laughs> も僕魚好きなんで、えー、捕まえられるんだったら捕まえてみたい、観察してみたいと思うんですけど。えー、なんか取れる時期とかもあるんですか。うん、あ、そうなんですよ。これがあ,あの。なかなかですね。取れる時期が限られていて。うん、あの、まあ一年中もちろん。 いるんですよあの冬眠してるわけじゃないんですけども取、うんはい、れる時期はやっぱり冬季とか、まあ、春とか、まあ、割と寒い時期なんですね、うん、だから残念ながら今の時期はほとんど取れない、まあ、いないわけじゃないんですけどもあの沖合の方に行ってしまっていて<ー>なかなかこう、まあ、あの岸辺の近くでふ、まあ、普段漁師さんが魚を取るようなそういうところにはなかなかいないっていう、うん、そういうものがあるんですね。 冬場とかになると漁師さんがこう底引き網とかをすると入ってきたりあそうですねあのまあいろいろな魚がこう夏な、えー、冬になるとねあの岸辺に寄ってきて、うん、まあそれを取る底引き 入ってくるで、ね、入ってくる。勝手に入ってくるんです、こいつがちょっと良かったら、その、ね、しびれって、今僕たちが見てるのは、本当にのペットした、<ー>なんかちょっと黒い内輪みたいな。形ですけど、<laughs> 生きてる映像とか、なんかその発電してる映像とかがあったら、それも見てみたいです。そこですね。はい。わかりました。で、あの、まあ、本当は、この場でライブで見せられたら、一番良かったんですけど。まあ、さっき言ってましたように、やっぱり夏場はちょっと取りにくいっていうことなんで。うん、あの、あらかじめ、あの、二か月ほど前にですね。うん、あの。 私の実験室あ研究室の方で、はい、あの撮影した動画がありますのであのそちらの発電している様子があの分かる動画をあの見ていただければと思います。はい。動画の方お願いできますでしょうか。はい、シビレーがどんな風にこれですね。これあのー、はい。さっきのシビレーが載ってますよね。今触ってるやつですけども左え左上に、A、があってで右下にこう赤いランプ L.E.D. があるんですね。はい。これがですねあ今パチパチっと光りました、ね。お。 右のランプ注目ですね。そうでここにあのまあ配線が繋がっているわけ。お、光って光って今今バババってきてますね。また光りますよ。怒ってるんですか。今暴れてますよ。暴れてるとあきた。ビリ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 。はい、あのどんどん光るんですね。思ったよりもビリ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 というよりもビリ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 と。そうなんです。あの断続的なずじわーっと出すんじゃなくて。 パッ,パ,ッパ,ッパッとこう本当とにパルス状っていうんですけどもそういう出し方をする面白い出し方なんですけどもこれであの相手をでですすねねこのショックです、ねえー、僕魚好きなのでいろんな魚を見てるとアマゾンとか行くと電気ウナギとか<ー>ナマズとか<ー>いろんなのがいるんですけど、はい、そもそも生き物が電気を発生させる。 メカニズムがすごいですよね。あ,あ、そうですね。うん、そこはですね。あの、ちょっと若干難しい話にはなるんですけども、はい、<laughs> ちょっとじゃあ先にそれをあのご説明しといた方がいいかもしれませんね。あよろしいですか？これ今スライドが出ていると思いますので、はい、ちょっと今原理の話が出ましたんで、ちょっと先にそれだけ説明させてください。うん、あのですね。これ、先ほどあのシビエの中に、はい、あの電気の出す期間。はい これ電気機関って言うんですけれども、うん、まあこれがあると言いましたけど、まあ、写真を見るとこんな感じですこう粒ぶみたいなのがたくさん集まってこれまあ電気中って言うんですけどもこの一本一本がこれ3ミリぐらいのでこれがあの実は細胞がこうガーッとたくさん積み重なっていて一一個1個の細胞に神経がつながってるんですね、うん、つまりこう脳から電気を出せっていう指令が神経を通じてきたらこの細胞が全部一気に反応して、うん、でこの 細胞の表面にはちょっと難しい話になるんですけど、膜タンパクって言いまして、ま電気をこう出す。ああ、イオンっていう。まあ電気を帯びた物質を流す。そういうあのタンパク質があるんですね。うん、で、このイオンチャンネルとかイオンポンプって言うんですけど、ここにこう刺激が来ると一気にこう。イオン。 っていうまあ、電気を帯びた物質がこうガーッと流れる。それが一気にこう神経の刺激でこう流れて。で、細胞の中にこうナトリウムイオンっていうものがこう入ってくるので。うん、その時のこの電気の流れが一気に起きることで、こう発電が起きるんですね。で、まあ、このエネルギーはその A. T. P. といって、こう細胞の中に常にある。 生物が使う一番基本的なエネルギー源なんですけどもこれを使ってこういうまあメカニズムでまあ発電っていうのが起きるとでさらにこれがこう大量に積み重なってしかもこう横にもたくさんこう並んでますからこれでものすごい大きな電気がこう出るっていう、まあ、こういう仕組みなんですね。なるほど 少し難しいコミいった話はありますけども、えー、なるほどそのタンパク質から電気を生み出すことができると、うんはい、いうことなんですね。はい、不思議な生き物ですけど、でも一つ気になったのは少し前の話戻りますけど、えー、あのビリ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 ッと断続的に出てました。でも例えばドライヤーを使うとかなった時に、ポポポポしか風が来なかったら、えー、使えないじゃないですか。そうなんですよ。ってなると大事なのはちゃんと 電気を貯めるっていうことですよね。そうなんですよ。はい、もう非常にそこがあの重要なところで、そうしないと、やっぱりその電源として使うっていうのは無理な話ですね。はい、なんであのこれも実は工夫がありまして、はい、あのコンデンサーっていうあの素子を使ってこう。それコンデンサーっていうのは電気を貯める素子なんですね。うんうん、それでこう。一時的にシビレーの電気を貯めて、それでこう。あの機械を動かすっていう。そういう実験も実はやってまして。<ー>ま、そういう動画もあの用意していますので。 その蓄電をしてみて機械を動かすっていう動画を一度見て頂ければと思いますので出していただけますでしょうか、はい、あこれですねはい今これ真ん中に扇風機って書いてありますけどこれを回すっていう実験なんです、はい、で右の方にはコンデンサーって書いてこの黒いのっぺりしたこう円筒みたいなものここに電気がたまるんですねで左にシビレーがいて今何もしてないように見えるんですけど充電中って書いて。 ね、<ー>これあの実はこう何もしなくても勝手にある程度電気が出てきますからこ今指さしてますけど、うん、ちょっと刺激するとたくさん出るんですけど、ね、で今スイッチを押しますとここにたまった電気がこっちの扇風機の方に回ってきましてあ今りおーすごい結構長いことも結構といっても数秒ですけども今の時間だけでこれだけの電気をためることができるんですかはいそうなんです こうやってまあ今わずか1分ぐらい貯めてまあ回しましたけどまあずっともっと貯めればもっとたくさん回せられるわけですからまあこういうふうにして一回電気を貯めてあげるとまあ,ある程度制御して出したい時に使いたい時に使ってなおかつこう。 ビビビビっていう電気じゃなくて、こう安定して、じわーっと出すような、そういう使い方も、まあ、できるっていうことなんですね。最初見ただけだと、いや、えいの、ちょっとした電気で、僕たちが利用できるのは、まあ、難しいかなと思ってたんですけど。うんえー、今見てると、その電気を通す、導電符っていう、布があったり、えーはい、貯めることができると。実際、僕たちのなんか生活にも、今後つながってきそうな感じが今しましたね。あ、そうですね。あのー、うん、本当にそこがもちろん研究の。 まあ目的になっておりまして、はい、いかにこうあの、まあね、生物の電気を使うかっていうところを、うん、あの今回の,あの研究のテーマとして私は選んだわけなんです。うん、であの、まあ、せっかくの機会ですので、うん、ちょっとその背景も含めて少しご説明しようかなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。簡単なスライドをちょっと用意してますので、はい、あのこちらで少しあのまあ どういうい私の、まあ、シビレー関係の、ね、研究をやってるかというのをちょっとご紹介させていただきます、はい、であのこちらの方はですねあの先ほどこうシビレーの写真出しましたけどあのもっと一般的にその発電法といいますとまあ多分皆さんご存知だと思いますこういうのがイメージされると思うんですね、うん、まあ上の方では従来のと書いてますけど、まあ、火力発電ですねあのご存知 石油を燃やして発電するあるいはその原子力いろいろ問題にもなってますけども、まあ、あの安定的にわと電気をはあの供給することをできるというのはまあ,あってで他にもですねあの下の方には再生可能エネルギー、まあ、もっと自然の力を利用してやりましょうというか川の流れとか,太陽の光とかおっしゃる通りです、はいまあ、水力これは昔からありますけど太陽光発電も最近、まあ、非常にパネルがそこら辺に置かれて。 そうういったようなあの、まあ、これも一応ね従来型の発電って言えると思うんですけども、うん、それとは全くその違う方向をちょっとあの私としてはまあ考えてやっぱりここはあの生命のセンターですからねあの生命っていうものは非常に不思議だなって非常に面白い機能を持ってるなっていうところから私発想を持ってきて<お>まあ電気魚っていう、まあ、シびレーっていうのはまあ電気魚っていう、まあ 種類の魚なんです。でこれはですね、まあ、さっき ATP と言ったんですがその元になっているのはブドウ糖これはまあもちろん魚が食べる餌にも入ってるし我々食べるご飯にももちろん入ってるし、はい、まあそれを使ってまあ電気を発生させられないかとでこれだと非常にクリーンで安全っていう、まあ、火力とかさっきの原子力とかまあ水力とかそういう問題、ね、かなり解決できるんじゃないかとそういうふうにまあ考えたわけなんです。うん であのまあ、電気用ってさっき言いましたけど、まあ、地球上には実はあの、まあ、非常に強い電気を出す魚としてはこの3種類。 があるんですね。で、あの、まあほぼこの三種類だけなんです。地球上には。で、上のあの電気ウナギ、これ有名ですね。あのアマゾンにいるやつです。はい、大好きです。そうですね。<と>カートさん、あの魚ご専門なんでよくご存知かと思うんですが、<笑><笑>えー、あのアマゾンにいて六百ボルトすごいですね。あの、うん、普通の家庭用のやつは百ボルトですから、それよりもはるかに大きな電気が出て、はい、でしかも電流は一アンペア、まあちょっとわかりにくいんですが。 すすごい電気です、うん、あのエアコンを動かすぐらいの電流と思っていただければいいんですけど<ー>これただ問題はこうアマゾン日本にはもちろんいます、ね、<laughs> ちょっと問題実験に使うにはちょっと手軽に使うのは難しいですよねそんな気軽に行けないですね <laughs> アマゾンとかで同じように電気ナマズっていうのも結構有名な魚で、まあ、これもあの川に住んでる魚なんですけどまあ結構大きいんですでこれも300ボルトぐらい出ると言われていてでしかし問題はやっぱり 遠いですね,ですねあの日本でやっぱり厳しいっていうのがあってでシビレーっていうのは、まあ、海にいる魚海って、まあ、もちろん日本の周り海ばっかりですからねもちろん日本だけじゃないんですあのヨーロッパとかアメリカの沿岸にも結構いて<ー>まあ世界中に、まあ、温帯海域だったらいる魚でして、はい、まあこれだったらねあの入手が比較的容い漁師さんに頼めばとっといてもらえますからでしかもまあ まあちょっと電圧下がるんですけど逆に電流は海の中なんで非常にこう電気が伝わりやすい電流はたくさん出るっていう特徴があってまあそういう意味では面白いなとまあ安全でもあるしまあ電圧は低いんであのまあ今回これに着目してまあなんか発電機を作ってみたいなというふうに思ったわけなんです。で、実際にあのしびれ 漁港まで行ってちょっと実験してきたっていうのはこれなんですけども <laughs>、あの実はシビレまあ結構よく取れる魚で、あの漁師さんが普通に網って取ってきたらその中に大抵何匹か混じってるらしいんです。この三重県のあの漁港奈良漁港ってで、ね、伊で取れるんですよね。そう伊勢,伊,勢伊勢なんです。まあ別にここじゃなくてもあるんですけど、ちょっとここお付き合いがあってでまあこういうふうにこう取ってきた魚を入れてもらってるこれとかこれがまあシビレなんですけども。 まあこういうふうにしてちょっと保管しとけるんですけどこれをやっぱり研究室に送ってもらうとちょっとやっぱ弱ってしまうっていうのがあってそれでやっぱりこう現場で元気な絵使って実験したいっていうのがあってうん、うん、で、まあ、こういうところに行ってやってきたんですね。でほっといてもまあ電気は出すんですが、まあ、こういうふうにこうさっきの布を入れてちょっと手で圧迫してやるちょっとかわいそうなんですけどちょっと。 手で圧迫してやると非常によく電気が出てきてで実際あの電圧計と電流計で測定したのはこちらのデータなんですねであのさっき言ったようにビクビクってこう瞬間的なこう電気はパルス状にポンポンと出ているのがわかりますで電圧の大きさがだいたい20ボルトぐらいだからま乾電池10本よりもっと大きいぐらいですよねかなりの電気が出 で電流の方もまあアンペアっていうのはちょっと分かりにくいんですがまあさっき言ったあの冷蔵庫とかあのエアコン動かす時の電流がだいたいそれぐらいなんでまあ瞬間的ですただ0.01秒しかこれ持続時間1個1個のパルスはそれぐらいしかないんですけどもかなり大きな電気が出てるということがあの分かってきてまあこれは結構使えそうだなっていうふうにまあ考えたんですね、はい。で えっとまあ、さっき言いましたように原理としてはこういうふうにあの細胞レベルで神経からの刺激に対してあの電気がこう一瞬間的にバーンと出るっていうそういう仕組みなんですが問題はまあここのあの。 まあこれもちろんしびれが出せっていう脳から刺激指令が出てで発電が起きるんですけどもこれをじゃあじ実際にあのこういうものを人工的にどう制御していくかここが問題なんですね。うん、でだけどまあこ,のこの構造っていうのはまあ自然の中でしびれが自ら、まあ、さっき進化の話もありましたけども、まあ、進化して得たものですからこれをまあそのまま使っていくっていう。 のが望ましいだろうとでこの制御の部分この神経で制御してるんですがここだけ人工的なものにまずは置き換えてみましょうということで,で、まあ、今回やったのはこういうあの針をですね、まあ、注射針ですねこの注射針をこの電気器官というところにこう、まあ、細胞と細胞を隙間に刺していってでここからこうあの溶液で神経伝達物質、まあ、これが実際に神経の先っぽから出てるんですけどもこれを。 圧力でこう外からこう注入してやるとそうすると神経で刺激したのと同じ効果が出てこう電圧電流がこう出るんじゃないかということで、まあ、やってみたら、まあ、実際にこう測ってみるとですねあの電圧、まあ、こっちは電流ですけどもそれぞれあの綺麗にピークがちゃんと見えてきて、まあ、さっきの生のしびれよりはやっぱり落ちますけれどもだけど あのー、かなり、まあ、0.1V でこっちは 0.2mA、まあ、これだけでも結構十分に何か機械を動かすぐらいの,あのちっちゃなものだったらあるんですけどもでちょっと注目はこの時間なんですね横軸時間なんですけども、まあ、数秒間から10秒ぐらいさっき0.01秒と言いましたけど今度は薬液がじわーっと浸透していくんで<ー>10秒ぐらいかけてじわじわと発電していく、まあ、こういう特徴があるんで、まあ、より使いやすい。 とも言えるわけですね。まあ、こういうふうにして、まあ、あの機関はそのまま使うんですけど人工的な方法でちゃんと発電させるっていうのがまあできた、まあ、これが私の今回の研究成果で、まあ、今後こういうのを発展させていきたいというふうに考えているわけなんですね。 シビレちちゃんはちょっとかわいそうな気もしますけど <laughs> そうですねけどこれからのその、ね、人間の、まあ、電気、えー、電力もそうですしやっぱり人口がどんどん増えていく中でこういったエネルギー資源どういうふうに地球とうまく付き合っていくかってことも含めて課題でですすもんねね、えーえー、そうですねあのまさにそうですねこういうやっぱり人間の中の栄養分ブドウ糖でもこう発電してくれるわけですから例えば体の中に埋めておけばもう勝手に発電して例えばその病気になったらそれ知らせて もらうようよな機械を動かすような<ー>そういうデバイス機械であったりとか、はいいいいいろんななな使使道が想定されますなるほどいなそういうとところに使っていきたいなと確かにこれだけ見てるとああ扇風機が回るぐらいかっていうそれだけじゃなくて <laughs> その先のもっと見えない、まあ、先ほどのお話でもありましたけど、えー、誰かが見つけたこと知ったことその知識がどんどんリレーのバトンのように受け渡されていく、えー、その未来には例えば心臓の。 なペースメーカーであったりそういったものの電源の供給につながったりだとかすごく未来があるというか、えー、実際なんか本当に近い将来しびれちゃんにお世話になる日々がありそうだなと思いましたねそう,そうですね、まあ、将来的にはやっぱりビレれをそのままずっと使うんじゃなくてこういうものをやっぱりもっと人工的な手段でこれをモデルにして作っていくっていうのがやっぱり研究のあるべき方向なんだろうなと私としては思っています。うん すごい魚が好きっていう気持ちは僕は魚のお兄さんとして子どもたちに魚の魅力伝えてますけど僕のメッセージとしては子どもたちがあ魚って面白いな例えば電気ウナギだったらそれだけ発電するために肛門がもう顎の下ぐらいになってると <laughs> そこら辺にあるとかそういったところで興味持ってほしいと思いましたけどそういった魚が僕たちの身近なこととか医療とかにもつながってくるっていうのは本当に目からウロこ。 でしたね、そうですねやっぱり魚って、まあ、特に海の生物って非常に多様な機能があって、うん、それぞれ面白い機能があって、まあ、シびれはその一例ですけども、はい、そういうところに我々やっぱり学べるるもののっていううはたくさんんあると思うんですね。うん、まあ今回その一例として、まあ、こういう発電機っていうものをやっていましたけども、はい、まあ僧に限らずですねやっぱり生命の機能あるいは生物の不思議さっていうものをやっぱり人間の生活にどんどん取り入れていくっていうことが、うん、まあ今回 こうやっぱり必要になってくるのかなと思いますね。ねズバリ聞きたいんですけども、田、うんはい、中さんのこの研究を続けていて将来の夢とかってあるんですか。あ、よ夢あ、そうですね。やっぱり私としてはあのこういう何て言うかね、まあ一つ面白いことをやりたいっていうのはすごくモチベーションとしてあって、こうまあ世の中をなんか変えるようなそういうヒントを与えるようなそんな研究をしていきたいんですね。うん、なんでこういう研究もはど,ど,どんどん進めて、あ こういうやり方があったんだってこう気づきを与えるようなでまあ、ちあの若い人にやっぱり夢を持ってもらえるようなそういう研究者になっていきたいそういう研究をどんどんねまあ、これからもやっていきたいなっていうふうにそう思っていますなるほどありがとうございます <laughs> よかったら今日先ほどズームでもいろんな症状ばえの観察一緒にやってくれた方もいらっしゃいますしきっと全国から夏休みに入っていろんな研究をいつかしてみたいと思っている知的好奇心あふれる お子さんがたくさん見ていただいていると思うんですけど、うんえー、最後に良かったら田中さんからメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。そうですね。あのすごくこう皆さん興味持ってあのまこのチャンネル見ていただけてすごく私としても嬉しいと思います。であのぜひその興味をずっと持ち続けていただいてあのまあ、まだは本当にこれから進路を決めるっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ将来まあ、研究者を目指すかまあ、別に。 研究者にならなくてもいいんですけどすごく研究っていうものにすごく興味を持って科学とかですねであのその面白さを、まあ、皆さん自身理解していただくのと同時にやっぱりあの周りの人にもこう分かっていただくようにそういうあのなんていうのかな取り組みというか、うん、いろいろ、まあ、考え方を持ってあの行動なりあの将来のことを考えていってもらえれば、うん、私としては嬉しいです。はい 今ワクワクしながら見てくれたその気持ちを大切にこれからもねし、はい、ていただけたら嬉しいですね。はいはい、ということで本日この時間しびれーの発電実験についてお話を伺いました田中チームリーダーありがとうございました。はい、どううもありがとうございいましたいきチャンネル